ののの石場茂政権に、ととどめ一撃となるのか。自民党は派閥裏金事件をめぐり衆院選で非公認とした候補が代表を務める党支部にも活動費として2000万円を支給していたことが明らかになった森山宏幹事長は候補者に支給したものではないと釈明するが野党側は事実上の公認と同じと批判しており指揮者も 有権者の投票行動に変化を与えると指摘する。発覚のきっかけは自民党の非公認候補が代表を務める党支部に工事直後に2000万円が振り込まれていたと共産党を機関紙新聞赤旗が報じたことだった。森山氏は統制拡大のための活動をしていただきたいという趣旨で活動費として支給したものとコメントを発表した。2000万円は 公認候補の支部が党から支給された公認料500万円、活動費1500万円の合計額と同額で、原資に政党交付金を当てたという。自民党関係者は、出馬していない全議員の党支部にも、比例票掘り起こしのため活動費2000万円を支給していると説明するが、有権者の理解を得られるのか。立憲民主党の野田佳彦代表は、事実上、 公認と同じだ国民民主党の玉木雄一郎代表もステルス公認みたいなことをやって自民党には全く反省の姿勢が見えないと X に投稿した各社の情勢予測では自民党の苦戦が伝えられ石破首相党総裁と森山氏小泉進次郎選対委員長らの選挙戦略の是非も問われかねない 政治ジャーナリストの角谷孝一氏は、非公認のお詫びあんをしながら、資金を出していたとすれば、国民に対して、嘘をついていたことになる。党執行部全体の問題であり、石破総裁も知らなかったでは済まされない。選挙選考班に発覚したことで、有権者の投票行動に変化を与えるのではないかと、語った。以下は、ネット上の意見をまとめたものです。 そもそも選挙に金がかかること自体がおかしいと思う2000万円ものお金がないと選挙で勝てないこと自体すでに本来の選挙の大義は崩れているように思うこれだけのお金が必要だとなるとそりゃお金をくれる団体に属して何かに理由をつけては懐を温めるよね悪循環でしかないしかし候補者がいない支部にも2000万円って話を聞くと本当に 国民は舐められた票の,の掘り起こしか知らないが国民から集めた税金を何してくれているんだ国民でも困っている人はいる能登の,の復興は遅れに遅れ予算も限られる10ヶ月であの状況はどこの発展と上国ですかと言いたいなのに政治の世界は税金を勝手に選挙に出ないのにその支部に2000万円好きに使っといて。 頼んだよって感じで渡していると思うと憤りを覚えるもう政治に税金を投入するならばちゃんと全て事細かに領収書付きでしかも必要な経費かどうかも会計士にお願いしてやらないといけないコストがかかってもやって無駄な政党助成金をなくし本当に必要な額を算出しないと金が余るからこんなことをするということもあるのではないか いずれにしても言い訳にならないことです萩生田含め自民党非公認候補の応援演説に自民党の高市とか大物が来てるけどそもそも非公認なのに応援ってなんかおかしくないのか非公認候補の支部に2000万もの大事な血税をばらまいたり自民党は本当に国民をなめきっている選挙に行ってもどうせ何も変わらないとかどの政党も 一緒とか言って結局投票しない人は結果はどうあれ今回の選挙だけでもいいから投票してください。これからの日本を変えてほしいです。共産党は自民党の裏金を一番最初に報じた。今回も共産党の赤旗だな。やはり取材追求は共産党はしっかりしている。国会でも鋭い質問で議員も 能力高いし真面目だがもう少し現実路線に柔らかくなれば支持者も増えると思うよ。今の野党は令和と共産ぐらいが自民党に真っ向対決はあとはみんな慣れ合いのようだな。本来、裏金で議員は、不き金額を国庫へ返還するのが筋であるにもかかわらず、さらに2000万円を上乗せ支給するなんてありえない。 しかも、赤旗新聞がすっぱ抜いた途端に、慌てて、幹事長が釈明する老媒ぶり。政党支部に支給したもので、個人にではない。と国民をバカにしたような内容に、自民党は全国民を敵に回したに等しい。これで、八王子のあの人物の投落に、全国民が強い関心を持って見守ることであろう。本当に、石破さん下手くそな手を打ったなと思う。 基盤が弱く言いなりだから仕方ないんだろうが、総選挙をもっと後ろ倒しにして。裏金議員は全て非公認。資格も立てて議員数は確保する手を打つ。そうすれば国民の理解はある程度維持できるだろうし邪魔な安倍派を一掃できる。まあそれは無理なんだろうが自分がやりたいことできないなら総理になる意味ないよね。 権力使って勝負に出れば良いのに自民党の裏金議員の非公認では選挙資金は一切支払われないとの見解でしたが非公認裏金議員に政党交付金2000万円が給付されたことはまさに偽装非公認でありつつ我々国民を欺く行為ではないかと思いますこれでは裏金議員の刑が済んだことになりペナルティは課さない規案になりかねません 自民党にに危機感がある中ででの2000万円支給はは大変に遺憾ではないいかと思います。選挙戦の最中に見事に自民党の集体を晒しましたこの偽装非公認支給が国民を欺いたことにすら気がつかない嫌気がついていても支給せざるを得なかった自民党の金に依存する汚染された体質を見せてくれましたそれも金の出所は 国民の税金です。自民党の言い訳がひどすぎるのは、いつものことだが、国民が納得することはないと知っていての開き直った、支給です。つまりここまで国民は舐められていることを知るべきでしょう。石破内閣の偽善性を証明してくれました。候補者に支給したものではないと言うけど、それでは助成金を選挙活動に使えば私的流用になるのでは 赤旗によると自民非公認の支部長は萩生田光一氏を含む8名とのことだが支部に交付した助成金を自分の選挙活動に流用する支部長があれば党を除名したらどうか本当に政治活動に使っているのかとか政治家の金は何に使っているかよくわからんから問題になっているのに選挙活動には使わないとかよく言えるまさに腹立たしいものを言いだ 自らそれを証明する気があるなら、帳簿と領収書をネットで全て公開すればいいのでは。一般人の確定申告と同じことすりゃいい話。しかし、絶対公開する気はないだろう。何も公開せずに、使ってませんと言われても、信用する人は誰もいないのでは。石破総裁がどう言い訳しても、これは裏公認ですよ。なんで公認はしなけど、 支持支援をするって言わないのかな衆院選のみそぎが済んだら、復党させますって言えばいいのに。当然、裏金議員に支持支援や、みそぎ後の復党には、賛否両論だけど、後出しじゃんけんよりは、まだましだよね。やっぱり政治や金は、裏ではなく票で、補足ではなく、正々堂々としてもらいたい。非公認候補のいる支部は、 公認候補を立てていないのだから何のための活動に使うのかそれすら説明されていない非公認でもその支部は応援するのだからその費用に使うのでしょう小学生でもわかる話でごまかそうとするその姿勢が国民をバカにしていると思わなかったのだろうか全く危機管理できない政権だこんな政権で海外との外交などされてはたまらない